セントラルフロリダ大学は、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1963年に設置された。セントラルフロリダ大学は、フロリダ州に存在する11州立大学の一つであり、研究機関としても盛んである。この大学は、NASA のあるフロリダ州東岸拠点に近いオーランド地域に、 軍需関連産業への人材供給需要がある点に着目し理工系大学としてフロリダ技術大学として設置された経緯がある。故に理工系学部や各種工学研究分野に強みを持つ一方、地の利を生かした観光関連学部の急成長、長年の念願であった医学部設置が認可されると総合大学として発展し学生総数ベースでの規模では 学生数は6万人を超えて、テキサス A&M 大学に続く、アメリカが衆国第2位となっている。US ニュースワールドレポートのランキングでは、学部レベルで全米で173位である。セントラルフロリダ大学は、1963年に、フロリダ州法125号により設置が決定し、最初の授業が始まったのは1968年。 総学生数1948人であった。現時点での学部と学部生、大学院生の登録人数は以下の通りである。学部名学部生数、大学院生数、小計大学全体合計数42、933、7、342、5275。ありがとうございます。